画面か、画面がいきなり上に行けた。できた。はい、じゃあ行きますね。はい、お願いします。よいしょ。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、今日は、ツイキャスの方はわかると思うんですが、私前、メガネを忘れてしまいまして。あらま。今日朝からバッタバタで、はい、急遽仕事が入り、浦添駅の、はい、午後からうるま市行きの、で、また那覇行きの、お疲れ様です。で、収録に至るみたいな。めちゃくちゃ移動してますね。移動しまくってます、今日。まだまあ。なので、一旦帰った時に、メガネを取るつもりが、はい、すっかり忘れて外に出て思い出すという。ありますね、そういうことも、ね、そう、よくある。バタバタしてると忘れるんですよね。うん、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、僕もメガネかけ始めの頃は、はい、おでこにかけて、はい、メガネメガネなんてコントのようなことやってました、ね、あるあるだね、はい、私もよくそれはあるあるだったので、はい、気持ちはわかる。では番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね、ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ちょっと待ってくださいね。はい、どこ行った？今週の一曲は Ado で、アシュラちゃんです。どうぞ。ギリギリ見える。ギリギリ。ギリギリだな。やばい。僕はもうメガネとかないと何も見えないんで。メガネ。数年同じの使ってますね。ん？もう8年ぐらい多分同じの使ってますね。メガネ？その間レンズとか交代しないの？交代しないですね。へえ。私も 2,3 年に1回は必ずメガネ交代してるんで。寝るときぐらいしか使ってない。あ、そうなんだ。はい。ブルーライトで黄色いレンズ入れてるんです。ああ。なるほどね。目覚めと寝る前に、うんうん、コンタクト外して使うみたいな使い方なんで。ああ。全然変えてないですね。うらやましい限りです。でも、初めの頃、うん、FM ギノワン勤め始めの時、お金なかったんで、うんうんうん、そのメガネで来てたら、デコボコトラベリングのリョート君たちにビビられて、うんうんうん、ガクト来たって思われて。ガクト来た。いまだにいじられます。やばい、サングラスで来てる人がいる。サングラスじゃないよ。ブルーライトカットだよ。どうしようかな。最初に紹介しようかな。
ヒンチ三道さんの DM よ。受ける。はい、じゃあ曲が間もなくですね。はい。15秒。はい。お聞きいただいたのは、アドでアシュラちゃんでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、あなたのストレス発散法。です。というのも、今回決めていただいたのは、私の4月から勤めるところの仕事場の方に、テーマを決めていただいたので、はい、理由はわかりません。溜まってるんですかね。溜まってるのかな？どうだろう？キャンさんは、なんかストレス発散法、なんか、先週いっぱいあると言ってましたが。もういろいろいっぱいありますよ。それこそ DJ やるのもそうですし。はいはい。あと、まあ、運動しに行くのもそうですし。うんうんうん。自転車乗るだったり、はいはい、ローラーブレードするだったり、球技で遊ぶとか。はいはいはい。まあ、基本的にはそんな感じですかね。あと、なんか、おシャンポとか。おシャンポ？あれ写真撮ったり。あーはは。そういうことか。はい。いろいろ、とにかく、普段と考えを切り替えられることをしてます。おー、いいですね。いろんなところで頭使うっていう。うん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 。頭を使わなくなることもストレス発散のだったりするんですけど、はい、逆に違うことを考えることによって、ストレス発散できるって僕は思ってるんで、おー。別のことをやるっていうのを、とにかくやりますね。はい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 。なるほど。私の後で言うとして、キャスの方を先に紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん。こんばんサッチー、こんばんサッチー、カープボイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんワン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 、今日は暑かったですね。さすがにも寒くなることはないのかな。もう一回ぐらい来るみたいな話してたみたい気がするけどと来てます。週末寒くなるみたいですね。いやだー、やめて、私寒いの嫌い。僕も嫌です。早く暖かくなって。確かに。でももう、あれですよね。石垣とかは確か、海開きがあったとかなんとか。はい。26度でしたっけ？でしたね。もう夏ですね、みたいな雰囲気出しましたね。いや、絶対海水温寒いって言うの。寒い。絶対入れない。無理無理無理。無理無理無理。DM が来てますので、紹介したいと思います。はい、お願いします。ラジオネーム、ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか久しぶりの DM ですね。ですね。サッチーさん、キャンチー、こんばんちー、こんばんちー。して、俺のストレス解消法は、ラジオしかねえらん、ねえらんさに、他にぬがある、アンバー、テレビも見ない、本も読まない、ゲームも興味なし、ラジオしか残って、ねえらんさに、どうだ参ったかアンシェイヤーと来てます。まあ、ラジオ、私もラジオは、確かに、ストレス解消の一つではありますね。うんうん。だから、ヤンポーさん、ゲームに興味がないって言ってますけど、私も、実際言うとゲームは興味ありません。なんていうのかな。なんか、ハマっても、はい。すぐ飽きる。おだから、つむつむとかも、はい、半年ぐらいやったかなで、半年じゃないな、3ヶ月とかやって、もう飽きたってやめました。僕も好きなゲームあったんですけど、はい、ビートマニアだったんですよ。お今、本物の DJ 触ってるわけじゃないですか。やってるね。もうやらなくなりました。メールが来てますので、紹介したいと思います。はい、お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
サッチーさん、キョンさん、こんばん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。今日収録の、収録日の翌日、つまり明日、誕生日で29歳になる沖縄大好きです。おめでとう。おめでとうございます。テーマ、あなたのストレス発散法。僕のストレス発散ですが、どこかの、領事館と金曜日のマイオアシスと、今日のアジクーターラジオの月曜日でも話しましたが、先々週念願であったオーディオミキサーとマイクのセットを8000円近くで購入しました。おお、すごいですね。それを使ってラジオの練習をしたりしつつ、カラオケアプリを使ってカラオケで歌って発散してますよ。もちろん迷惑にならない程度に、自分で編集したり効果音を鳴らしたり、といろいろ試して練習しながら発散してます。これを使って自宅でラジオ収録をしたり、個人ラジオ配信アプリで使って活用しようと思います。サッチーさんにはまだ見せてなかったので、写真送りますね、と来てますね。写真来てるんですけど、ちょっと待ってくださいね。結構、良さげのやつが。おー、時間かかる。後で見よう。僕も歌うの好きなので。はいはいはい。実は今日はあの車で来ながら歌ってたんですよ。おー。メッシュしすぎて今声ガラガラです。私焦って水まで飲むの忘れてたっていう今日。毎通来てますので紹介したいと思います。はい、お願いします。はいはい、サッチーさん、スタッフの皆さん、ゆうさばちゃーと申します。あらま。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ゆうさばちゃーさんは、はい、あの、某、ラジオ局の結構な有名リスナーさんなんですよ。ですよね。うん。クリムンさんにも何度か来てますからね。あ、起きてるんだ。はい。早速 YABC が私のストレス発散法、最近はなかなかできてませんが、こうして歌を歌ったりしてます。聞いてみてくださいね。できたら放送でき、で流れてくれたら、なおストレス発散になりますと来てますので、ちょっと、ゆうさばちゃーさんの声、これボイスメモで来てたので、はい、ちょっとお聞かせしようと思いますよ。お願いします。ちょっと待ってくださいね。どこまで歩いてきただろうか、この道は楽園への道なのか、どこまで綿闇するのかな、どこまで歩いて行けるのかな、誰かが使ってるトイレでも誰もが使わないトイレでも、自分の歩幅で行けばいい、自分を信じて行けばいい、縛りよ粘れよ、ダメかも踏ん張れよ、それでもダメなら立ち止まればいい、そして限界さ。はい。粘れよ、ヤイビータン。はい。という感じで来ております。すごいっすね。面白いですね。面白い。びっくりした、私聞いて。耐えられなかったんですね。沖縄大好きさんが、キャスの方で、ゆうさばちゃーさん、久しぶりに聞いた名前と来てますよ。うん、カープボーイさん、点字ブロックの日で、今日いろいろな話聞いてるけど、点字ブロックの上で、路上販売を始める人がいるらしい。そうなの、いかんよ、それ、うん。あれ、知らない人いるんでしょうね。もしかしたら、白杖を持っている人か、どういう人かわかんない人もいっぱいいそうだな。
学校で教えるべきだな。それ、多分、と来てます。僕たちの時は教わりましたけどね。教わったけどな。はい。うん。なんかやっぱり今の子たちわからない子いるのかもしれない、ね、多分いるかもしれないですよ。うん。沖縄大好きさんが、すげーって。ゆうさばちゃーさん。ゆうさばちゃーさんがね。ゆうさばちゃーさんは、三振めっちゃうまいんで。いやー、歌声も素敵ですもんね。素敵素敵。内容めちゃくちゃ面白いですけどね。そんな素敵な声でこんなの歌われたらたまらんわ。そう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 。沖縄大好きさん。白杖について、視覚障害について投稿している視覚障害者の YouTuber さんの動画見たことありますよって来てます。うんうんうん。そうそうそう。収録の3月18日は展示ブロックの日って日が、になってるみたいなのでね。リクカイクーさん来ております。ちなみに、こっちにはいないんですが、キャスで。ユーサバチャーって来てます。カープボーイさん、世界和子さんの前で、この下ネタの、森和子さんか。森和子さんの前で、その下ネタ替え歌やろうとするから、すごいよね。その人さすがに軽いのしかやらんけど、って来てます。沖縄大好きさん、そういえば僕も過去に、歩道で壊れた点字ブロックを見つけたことがあって、そのままにしてたら転倒につながりそうでした。が、その後すぐに修復で当たってますか？修繕ですね。修繕がされてましたよって来てますね。そうですね。まあ、こういうのをね、うんうん、役所の方に届けてあげるっていうのも大事ですかね。大事ですね。確かに。ちなみに私のストレス発散法なんですが、はい、私ね、結構ストレス溜まるとドライブに行くんですよ。おー、ドライブもいいですね。長距離ドライブが好きで。はい。なので、あまりにもストレスが溜まりすぎると、今、与那原に住んでるんですけど、与那原から名護まで行って、往復します。なー、すごいですね。与那原から名護まで行って、名護のドンキホーテら辺まで行ったら、あ、もうそろそろ時間だな、帰ろう、つって、帰ってきたりとかっていうの。確かに。僕もドライブしますね。でも沖縄にいると長距離ってなかなか。あんまり距離がない。距離がないんでね。ヘドまで行かないといけない。確かに。でも私、ヘド岬行ったことないんですよ。ヘド遠いですよ。まあ遠いね、確かに。本当に遠いですよ。あれ、一日がかりじゃないの。でもそこまではかかんないんですけど、間がないんで。あ、そっか。で、しかも結構、景色もあんま変わんないんで。あー。で、名護まで行く時間と同じくらいかかるんで。名護から先みたいな感じで考えると、あ、結構大変です。あー。なんなら、東回りで帰ってこようとすると倍ぐらいかかります。あー、送る。そうそうそう。旦那の陸海空さん、展示ブロックの場所に、バイク止めるな。早く、ドカティ？ああ。どういうこった？バイクのメーカードカセ。ドカセってことだね。ドカティ。はい、まあうん。まずで、もじってるってことですね。ですね。カープボーイさんが、那覇からスクーターで 50cc の原付でヘド岬まで行ったっていうやつがいるよね。根性座ってる。わら。かなり根性座ってる、ね。やばいね。ヤンポーさん来ております。サチーキャンチン、こんばんちー。こんばんちー。さっきメールじゃないや、DM 読みましたよ。僕、さすがに沖縄市から名護までは結構自転車で行ってたんですけど。うん、自転車？はい。ヘドまで行く勇気はなかったですね。自転車ってやばくない？いや、全然でも名護までだったら余裕でしょ。?5 時間いないよ、入ってくる。おっと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 。そうなの？でも全然余裕ですよ。私、最近自転車乗ってないからなぁ。一応ロードバイクだったんで。ああ。現茶よりは早く走れます。ああ。那覇まで一回、キロ弁のために、行った時に、うんうん、交差点のために前に現茶が来られるんで、はいはいはい。全然練習ならねえと思って、裏添えでちょっと道が開けた時に現茶抜いてやるんちゃう。おー、すげえ。はい。そうなんだ。私、あと、
ストレス発散になってんのはやっぱバスケかな。体を動かしてストレス発散。いいですね。そう。とか、いや、よく、もう、今月で、一旦、このリーグが終わったので、来月からまた参加できるかっていうのはまた抽選次第なので、抽選に当たるとはまた4月からバスケができるみたいな。2ヶ月間。なので、1週に1回の、バスケは、私にとってはストレス発散ですね。いいですね、うん。バスケ。バスケもしたい。あ、でもあれでしょ。なんていうの?あの、3on3 とか 1on1 とか。はい。ですね。あ、でも 3on3 とかね、意外と体力使うからね。最後にやったのが数年前に、うん、中学校1年生の子2人相手にして1人でやったんですよ。おう、2対1。ああ、しんどかったっす。2対1でもしんどいよ。中学生動き疲れないのかって思うぐらい。あれでゼーゼーしましたね。するよ。私、でも1年ちょっとぐらい間が空いてたので、この2月3月に行われたバスケの時は、初日はもうゼーゼーしてましたね。いや、しますよ。うん。もう僕なんて最近ちょっとジョギングした時膝痛かったんでやばいと思って慌てて今動き出してますからね、うんうん、私も週に1回の日曜日はもう必ず、まあ、必ずではない、天気にもよるんですけど、ウォーキングは今やってるので、だいぶ、まあ、ダイエットにもなってるかなみたいな感じでいますよ。昨日もまあちょっと体動かそうと思って、はいはい、まあ、短時間ですけどローラーブレードしに行って、はい、小学生に絡まれて。あれあ、何するんですか、女の人ですかって言われました。女の人髪流してたからですか、ね、ああ。パンチング棒をかぶって。はいはいはい、なるほど。男だよって言う。これ聞いてよ。陸海空さんが、直木屋はわら。どういうことなの、直木屋さんは来ないよ、ここに。来たらすごいことになりそうだよ。楽しいでしょうけどね。あれだな。他にあるかって言ったら、何があるかな、私。あとは、ラジオ聞いて、寂しくなったらキャスやって、みたいな。あと、サバゲー行きたいですね、また。サバゲー？はい。あっちにあるっけ？どこだっけ？維新団のところ。こっちの、普天間、漬けらんの。はいはいはい。サンサロあるんですけど、元リージョンクラブ。うんうん。サンサロじゃあっち、十字路か。十字路のところもサバゲー会場。ああ、なんかそういうのを聞いたことがあった。はい、楽しいですよ。サバゲー、なんかきつくない？やっぱり体動かすんで、うんうん、めっちゃ走るんですけど、はいはいはい、それが楽しくて。ああ、ヤンポーさん、僕は自宅から売店までダッシュするよ。歩いて10分ぐらいするけど、と来てます。10分ダッシュは、あ、歩いて10分だからか。ダッシュしたら、まあ、結構な時短になるんじゃん歩いて10分ってまあまあの距離ですね。うん、距離まあまあ。私1時間歩いてますよ。1時間歩いて、で、この日曜日だけは1万歩を目指してます。僕も見回りの時は歩いてますね。何してるんだーい。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、引っ越し。です。おー。そう、お引越し。私がお引越しを控えてるということで、皆さんのお引越しエピソードを、こんなの引越し前なかったはずなのにこんなの見つけたよとか、懐かしいのがあったよとか、うん、引越し先のところがどんなところでめっちゃ気に入ったとか、そういう引越しのエピソードを皆さんにお聞きしたいと思います。人生で3度しか引っ越したことないですね。私結構引っ越してるかも。考えたら。内地とかも行ってたし。カーブボイさん、引っ越しの境、なんだ？まあ、いいか。引っ越しの境。カーブボイさん、子供の頃に行く、子供の頃行くサバイバルゲームじゃないけど、神社とか、やったの、そういえば、拳銃の
厳重なことか。なんか危ない危ないって確かにそうだよね。アパートとアパートの間で、韓国もよくやってた。あ、サバゲーよってことか。うん。なんか街中でやるのは危ないですよね。確かに。まあでも、僕はそれを安全にできるおもちゃを持ってて。うんうん、あ、おもちゃ？光線銃。ほう。赤外線が出る。はいはいはい。やつがあって、頭に受信機つけて、うんうんうん、当たったかどうかの判定してくれるやつがあったんですよ。おー。でも周りから見たらピューピュー言ってるおもちゃで遊んでるんですよ。あははは。でも、これゲームとしてめちゃくちゃ面白くて、うんうん、小学校高学年の時に買ってもらって、遊んでたら、うん、中学生に上がった、ちょっとヤンキーになっちゃった先輩がいたんですけど、はいはい。毎週、お、カズマさん遊ぼうぜ、つって誘われて一緒にやってました。あら、そうなんだね。ヤンキーのお兄ちゃんだったんですけど、うん、めっちゃ優しくしてくれて楽しかったです。おー。ということで、お時間来ちゃいました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。ギリギリ。アンツバさん来るの遅。終わっちゃったよ。だから、近所の、マダムっぽい主婦の方がニコニコしましたね。ヤンキーの兄ちゃんがピューピュー言うので遊んでる。なるほど。はい、エカップボイさんが、まあ、今はちゃんと施設があるらしいよね。俺たち子供の頃、靴にその、あたりの山とかでやってて危ないかった、うん。でも面白かったって。いや、楽しいですよ。で、特に男性、女性、あと年齢関係なくできるスポーツなんで。ああ、サバゲーね。サバゲー。めちゃくちゃスポーツとしてはいいなって本当に思います。だからルールをちゃんと守って、遊ぶ分には本当にいいスポーツなので、うん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 、おすすめですね。あんつばさん、さっき帰宅してご飯の準備してたって来てます。お疲れ様です、あんつばさん。お疲れ様です。あ、もう今日バッタバタで本当に。多分当面バッタバタが続きそうなんです、私。大丈夫ですか？体調気をつけてくださいね。だからよ。だからよ、もう。大変なってる。意外と今、沖縄市との往復が結構あって。ああ、まあまあ、今そうですよね。うん、時期的に。もう大変。朝からもう、朝、そうだな。今週はまあいいけど、来週はもう、あれだね。沖縄市行き来とか多くなる。もう、引っ越しが、なんと中途半端な日にちなので。中途半端な日にちなので、もう勘弁してくれって感じ。マジで。よいしょ。引っ越し、人生で3度しか経験ないですね。私、結構、大きいのとか、引っ越しだったら、4回ぐらいあるかも。多分。そのぐらい。3度のうちの 2回はちっちゃい引っ越しなんで。ああ。大学で 目を置いたときの。あはは。なるほど、なるほど。実質、ちゃんとした引っ越しは、本当に、家族での引っ越しは1回しか経験がない。私自身の、家も2回ぐらい引っ越してるから結構引っ越し回数が増えてくるみたいな。大変大変大変してる。もうでも沖縄市にちゃんと、まあ、来れるなら私はいいんだけど大変。引っ越しって準備が一番大変ですよね。そうですね。だから準備、片付け。うん。今が一番ピークかも。ピークではないけど、まだ。途中でやってくれる人がいたので。ふくふくさん、はい、さーいと来てましたが、そろそろお時間ですね。終わりの時間です。30秒切ってるよ。このふくふくさんがこのテーマを決めてくれたんですよ。ああ、そうなんですね。そうそうそう。今後ともよろしくお願いします。よろしく。言ったのに、さっき。さっきって。また来週バイバーイ。